皆様こんにちは、ナオミライフのナオミです。今日もご覧いただきましてありがとうございます。今日は、ちょっとマニアックな感じですけれども、4年ぐらい前に買ったパソコンのキーボードの入力ができなくなって、部分的にですけどできなくなってしまって、字が入力できないというのは困るので、買ったところに直してもらえないかって相談をしてみましたが、3万から4万かかるっていうことだったので、キーボードで3万から4万でも、買えないと使えないっていう、なんかもったいないなと思いながら、夫にちょっと相談したら、キーボードだけ交換できるんじゃないのっていうことで、夫が、早速その型番の合うキーボードを購入してくれたので、それを入れ替えてみたいと思います。実際にそれで使えるかどうかわからないんですけど、3、4万かけるよりはいいかなと思って、今日はそれをやってみたいと思います。それでは実際にどのキーが使えないのか見てもらいたいので、入力作業をしてみます。まず A からいきます。 A はないです。 B ダメです。 C できました。 D、E、F、G、G ダメですね。 H、I、J、K、L、M、M ダメ、N ダメ、 O、P、Q、R、S、T、U、V、ダメ、W、Y、Z、ダメです。ABCD の中でこれだけしか入力できないです。で、次数字やってみたいんですけど、エンターキーが効かないので、そのまま打ってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、0。数字は打ってます。こっちの点キーの方もやってみます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 0がダメです。 0,0 もダメです。という感じで、入力作業ができない部分が数箇所あります。これ数箇所あると全然もう機能を果たさないので、これを交換することにします。それでは実際に交換していきたいと思います。電源を落としたので裏側に向けます。それで、この部分のビスを外していきます。押しながら取るのがいいと言ってます。よいしょ。ビス自体は短めだからそんなに時間かかんないんですけど、次はこれを外す。よいしょ。こんな風になってみます。で、なんかもう一箇所、ここのビスを外さなきゃいけない。
マグネットでついてるようなやつだと思うんですけど、あんまり機械触っちゃいけないんだけど、それではキーボードを外していきます。裏でついてる部分を外れてるので、こういうなんか 細いやつで、こうどこか入れて、あ、ここあった、ここで外していきます。よし、こうやってあったので、ちょっと引っ張りながら、外れました。ひっくり返すとここになんかついていますので、これを、こっちに、こういうふうに出すとここが外れます。ということで、これが古い方、こっち新しい方に変えていきます。新しい方、これがこうなるので、この部分をこういう形でつけていきます。よいしょ、これで止まります。で、今度はこの下の凸凹のあるところをまず入れて、よし、はい、これで完成です。あ、こちらが困った。はい、4本こう触ってみて、こちら最初に入れておきましょう。よし、はい、これで出来上がりです。実際にこれから電源を入れてみます。今電源入れようと思ったら、主人が後ろ止まってないよって言われたので、まずそれを止めてからです。まずまたネジを締めていきます。これで動くようになれば、まあ、お値段的にも安いし、そんなに私みたいなど素人でも、まあ、できることなので、そうですね。なんか後で言いますけど、なんかこの型番、これって富士通さんのパソコンなんだけど、この型番は結構キーボードが使えなくなる人が多いみたいで、それでネットにも
こうやって共感したっていう人が結構いらっしゃるようですね。まあ、それってどうなんだろうと思うけど、最初から結構ダメになることが分かるなら作り直しておいてくれるといいのにと思いますけどね。それだけ多いからこうやって人が調べて安く直す方法が分かっただけ増えたな。はい、これで止まりました。さて、電源を入れてみたいと思います。それでは、確認のため入力をしていきます。 A からいきます。エンターキーも使います。数字いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 問題なく、キーボードが使えるようになりました。こちらの点キーもいきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 いきますね。大丈夫です。ということで、無事キーボードを交換することができて、実際にどのキーも全て入力することができたので良かったなと思います。先ほど言いましたけど、これは富士通さんのライフブック、型番が AH53/U というものなんですけど、これは比較的同じような症状が起きて皆さんキーボードの交換をしているということです。で、実際に買ったところに出したら 3,4 万ぐらいかかるって言われたんですけれども、主人がキーボードだけ買って7,000弱ぐらいだったということなので、7,000弱と今この一手間があれば元通りの状態で使えるようになるということで、もし同じ現象が出てお困りの方はぜひ試してみてください。まあ、一応これ自己責任ですね。自己責任でお願いしますということです。今日もご覧いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録と評価の方よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。それではありがとうございました。